愛知県立工業専門学校は、1943年に設立された公立の旧制専門学校。創立時の名称は、愛知県立高等工業学校。第二次世界大戦下における工業技術者確保のために、国策に合わせて増設された高等工業学校の一つである。創立時は本科に、機械科、電気科の2科を設置した。設立翌年の1944年には愛知県立工業専門学校と改称された。学制改革により1949年に官立名古屋工業専門学校と合併して新生国立名古屋工業大学となった。同窓会は社団法人名古屋工業会と称し、旧制、新制合同の会である。愛知県立高等工業学校は当初、名古屋市中川区篠原町にあった愛知県中川工業学校に併設された。建設中の新校舎は1945年3月の空襲で焼失し、第二次世界大戦終戦後は藤田鉄工所講堂を借りて授業を再開した。1946年4月、千種補給省の一角に移転した。千種校地は後進の新生名古屋工業大学に引き継がれ、千種分校となった。1952年3月、千種分校の一角に寄宿舎、常和寮が設置された。1958年4月、金属工学科が5基礎の本校に統合移転し、一般教養課程も1967年10月に移転したことにより、1968年3月、千種分校は廃止された。現在、千種分校の跡地は大部分が名古屋市立大学芸術工学部の敷地となり、名古屋工業大学の施設としては学生寮とグラウンドのみが残されている。ありがとうございます。